今日の洋服どこのですか？ジェイダですね。ジェイダ可愛いよね。キムマートが言ってた。あ、そうなんや。どうなんや、多分ミカのあれやわ。もしバチバチしてたとしてもそれに気づけてないわ。空気読めんから、そういう空気読めんから、バチバチしててもその空気見えてないと思う、ミカノには。てかさ、やっぱいいわ、なんもない。てかさって言われて、なんもないって言われたらめっちゃ気になるよな。ごめん。宇宙人いると思いますか？いるんちゃう？こういう話したらさ、宇宙人いると思いますかって話したらさ、人間も宇宙人だよみたいな言う人いるけどさ、ちゃうねんって感じじゃない？めっちゃ思うんやけど、みかな、それはそうやけど、そういう話じゃないってなるくない？ウィンクのノリ好きだった。そう、めっちゃ楽しいからね、嬉しい。計測 S かわいい、明日買いに行くね。感想聞かせてください。ハート作って、人かは分からないけど生き物はいそう。うん、分かる。宇宙人っていうか宇宙生物はいそう。おるんちゃう？おるやろ。生誕ティー早く欲しい。そう、生誕ティー早くね、あの、見てほしいっていうほどのクオリティのものでもないけど、早くみんなにね来てほしい。ミルルプロデュース声出しね、ミルさんがさ、どんなセトリにするんか楽しみ。髪すぐボサボサしちゃう自分で。生誕って何色だろうか、何色やと思います？今年は、去年緑で、その前黒でしたけど。 NMB の衣装で一番のお気に入りは何ですか？一番のお気に入り、なんやろ。全部可愛いからね。あ、でもあのナンバトルの公演で着てた、決勝大会でも着てたやつの、自分の衣装じゃなくて、そのウィンクの時に着てたピンクのやつ、あかりんさんのなんやけど、あれめっちゃ好き。インスタにも投稿したけど、この前自分の衣装だと、
で、あかりんさんのは上下ピンクで、あの肩ノースリーブなんやけど、そのあかりんさんのめっちゃ好き。自分の方はあんま好きじゃない好きじゃなくないけど、そんなめっちゃ好きってわけではない。あれ似合う、本当に好きなんよね。でもあれも好き、ああいうドントルックバックの衣装とかも好き、らしくないとかも好き。何時くらいまでやりますか。もうちょい、ミカには青系の衣装イメージ多いけど、ピンクがいいなって思いながら、あかりんさんと観光で何話した。え、なんか本当に普通の話普通って何って感じやけど、あのね、あかりんさんがその時着てらっしゃった衣装の話とか、なんか かわいいですねみたいなとか、そういう感じ。ね、写真撮ろうと思ってさ、タイミング伺ってたらさ、あかりんさんの方から来てくださって嬉しかった。行こうと思ってたら来てくださって、はい、ちょっともう終わりますわ、終わりますわ。ありがとうございました。ミカには赤ちゃんみたい、何がどこがどこがすぎるやろ。やばいよね、根元めっちゃ黒。ワルニャで沼りました、さすが。休みの日何してるってさ、質問されるたびに思うけど、何してるんやろ自分ってならん休みの日何してるってよく聞かれるけど、え、何してるっけってなりません。